実際のところ韓国が潜水艦の調達に乗り出したのは比較的遅く、もともと半島国家であり分断国家として北朝鮮と地続きである同国にとって、従来は優先順位の高い兵器ではなかったことが伺えるな。その心を入れ替えたかのように潜水艦の取得を推進し始めた韓国は、ドイツの209型通常動力型潜水艦を調達に先立ち、ドイツ本国製の1番カンチャンボを1993年に正式に就役させたよ。どうせ日本の脅威に対抗するためとかくだらない理由で潜水艦の調達を始めているんでしょ？韓国はいつもそうだもんね。そうだね。さて今回は、韓国の潜水艦がドイツ製の輸入からライセンス生産、そして独自建造へと変貌中であることについて、その目的と合わせて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この一連の流れから韓国でチャンボゴ級と呼ばれることになった同艦艇シリーズは、2番艦と3番艦がドイツ製の部品を韓国内で組み立てる技術も取得し、それ以後4番艦から9番艦までをライセンス生産を進めていったよ。チャンボゴ級の初言について教えて。このチャンボゴ級の初言は、水中排水量1285トン、全長56メートル、全幅 6.2 メートルの小型艦であり、機関部にもオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関を採用している艦艇なんだ。一応、チャンボゴ級で潜水艦建造の基礎を学んでいる韓国は、次の艦艇として同じくドイツの214型潜水艦を1番艦の損を見るから合計で、9隻のライセンス生産を行いさらに独国同盟を深めたように感じるね。ドイツといえばその昔ナチス時代の良い印象がなかったり、特に軍事関係で言うと化学兵器を使うなど卑劣な戦いをしてきたイメージがある人もいるよね。そんな国が韓国と関係を深めているということは日本にとって少々薄気味悪い感じもするね。韓国は日本を仮想敵国としても見ているため、ドイツの動きについてもよく観察しておく必要があるのかもしれないな。話を潜水艦の話に戻して、損を見る級は水中排水量1860トン、全長65メートル、全幅 6.3 メートルと若干チャンボゴ級よりも大型化はしているとはいえ、やはりサイズ的には小型艦の枠に収まる風貌のように感じるよ。この損を見る級は燃料電池による非対機依存推進を備えている点が最大のポイントであり、韓国以外でもギリシャやトルコ、ポルトガルにも輸出された商用的に見れば成功を収めた潜水艦と言えるね。ただし、損を見る級には本気のセールスポイントであった燃料電池の不具合がたびたび発生するなどした他にも、潜水艦としては最も致命傷と言えるスクリューをはじめとする騒音問題もあり、韓国側の工作制度を疑問視する声もあるぜ。韓国なら当然なお粗末な作業といえば、それまでだけど利点を欠点に変えてしまってはなんとも意味がないよね。韓国は損を見る級のライセンス生産をドイツから許可されたものの、燃料電池を含む非対機依存推進部分の第三国への提供までは許されておらず、これが後のインドネシアへの潜水艦輸出で露呈する結果を招いたってわけだね。こうした経緯を経て、韓国はそれまでのチャンボゴ級損を見る級要するに、ドイツの209型及び214型からの建造技術の習得を行った成果として、次にトサンアンチャン補給を国産潜水艦と銘打ち建造をスタートさせたんだ。このトサンアンチャン補給も韓国が誇張するような完全なる純国産かといえば厳密そうではなく、韓国内に招いたイギリス企業のスタッフによって設計が行われるなど、100% 完全な国産化を果たせたわけではないんだよね。韓国は昔から背伸びしようという虚勢癖があるから、特に気にはならないがイギリスには失礼な話だな。結局のところ韓国の潜水艦建造はイギリスとドイツの技術によって進められてきた状態なんだけど、実は韓国内のテレビニュースで建造中の潜水艦の断面がはっきりとわかる映像が報じられたことがあったよ。軍事専門家から見ればその断面の構造から、潜水艦自体の仕様や性能が類推されてしまう恐れがあるため、通常だとありないことを多くの指揮者が韓国の軍事情報の取り扱いの仕方に多くの疑問を投げかけた事件だったよね。個人的には韓国の第一の仮想敵国は言うまでもなく北朝鮮だと思っているんだけど、それに対峙するには近代的な潜水艦など全くもって不要であり、単に潜水艦で先行する日本に自国も負けていないと虚勢を張りたかったゆえだとしか思えないよな。潜水艦の話に戻して、このトサンアンチャン補給だけど、第1弾であるバッチ1は、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルと従来よりもかなり拡大、通常動力型潜水艦としては大型と呼ばれる類に入ったよ。それでも海上自衛隊の前級操縦型と比較すると全然小さいバッチ1に韓国が盛り込んだのは、5
533mm 魚雷発射艦8門と VLS 発射登録機という普通ではありえない重兵装搭載だったんだ。韓国のトサンアンチャン補給を見て明確に感じられるのは、敵潜水艦を含む艦艇を自国の領海から駆逐するための潜水艦ではなく、対地攻撃能力を獲得することが目的の潜水艦だということかな。付け加えて言うとトサンアンチャン補給のバッチ2では全長排水量を拡大し、533mm 魚雷発射艦8門は同様だが VLS 発射等は重機にする増加計画があり、その傾向を強めていることが明白のものとなっているぜ。このことからも日本を仮想敵国として意識し、国威の発揚を狙っているとしか思えないんだけど、最終型となる予定のバッチ3では、機関部に原子力推進を搭載したいと表明しているから恐ろしい限りだよね。この件に関してはアメリカも良い顔をしていないようだけど、そもそも通常動力型潜水艦の運用すら軌道に乗ったかどうかも怪しい状態で、不確かな新機軸を唱える態度には開いた口が塞がらないよ。トサンアンチャン補給が VLS 発射等に搭載すると思われる、地対地用の玄武 3C 巡航ミサイルを潜水艦用に転用したものは、最大射程距離がおよそ 1500km に及ぶらしいな。およそ 1500km の射程距離があれば、韓国沿岸部から日本列島全体を攻撃圏内に余裕で収めることでき、まさしく韓国の狙いである日本を攻撃可能な状態下に置くことだと予想がつくよ。韓国は自国を正当化するために、日本の竹島奪還作戦をしようとすることを唱える一派が存在しており、ここまで一方的に仮想敵国を想定する事例をあらわにする国に呆れてしまうよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。